12月13日、1日の取引を終えました。日経平均株価は続伸しました。昨日に比べて213円44銭高い 21,816 円19銭で終えています。トピックスも昨日に比べて 10.04 ポイント高の 1616.65 で終えました。東証マザーズ指数も小幅ではありますがプラスです。昨日に比べて 3.4 ポイント高の 960.66、 日経ジャスダック平均も14円高の3498円ということで、東京市場は今日はプラス圏で取引を終えています。日経225の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均株価、火曜日の日に底をタッチして、昨日ですね、大きめの陽線を立てて買われ、今日も続伸。今日はこの緑色の線、25日移動平均線が21,870円ですけども、今日の高値21,871円ということで、今日の高いところ、今日のマックスで高いところでは25日線にタッチする時間もありました。終値でもほぼ25日線並み、21,816円で引けています。この25日線の水準まで株価を回復してきました。一方、日経平均を一目均衡表で見てみましても、こちらですね、直近のこの赤い線が基準線であります。そして紫の線が転換線、基準線と転換線は今日同じ値であります。同じ 21,880 円、基準と転換が重なっているところを目指すような今日は動きとなっています。もし明日の株価が強ければ、この転換線ですね、紫色の線が赤い基準線を上抜く可能性もありますので、そうしますと直近のこの弱さである三役逆転、転換線が基準線よりも下にあり、ロウソク足が雲よりも下にあり、26日前の終値が当時のロウソク足より下にあるという直近の弱いチャート形状である三役逆転が、明日転換線が基準線を上抜けばそれが崩れることになります。こうしたことからも戻り歩調の足音が聞こえてきたといったのが今日の株価水準であります。今日は中国とアメリカをめぐる問題で、そもそもの貿易紛争の発端となった中国の産業政策、いわゆる中国製造2025を中国政府が見直すということが報じられていました。これを受けて、これまで弱かった中国に深い関わりを持つ業種、鉄鋼ですとか非鉄、機械、海運といったところが今日は買い戻されています。例えば非鉄金属セクター、5713の住友鉱山、こちらも今日日経平均と同じように25日線にタッチするような動きとなっていました。住友鉱山は 2.5% 高で1日の取引を終えています。一方で、これまで外部環境が不安定な中で、電力ですとか小売り建設といった内需セクターに資金が流れていましたけども、今日はやや内需が弱含んでいました。特に悪材料が出ていたこちら9681東京ドームですね、大きな陰線をつけて売られ、25日線、そしてオレンジの75日線を一気に下抜きました。東京ドームは第3四半期までの決算発表を行いまして、こちらが減益で着地していたと、この辺が売り材料にされたようです。今日は 4% 強の下落になりました。今日の東京市場全体を通じて、中国による産業政策の見直しと、そうしたニュースを交換する格好で戻りが鮮明となり、日経平均株価は続伸で終えました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。